まったくあの子は今回は絶対に許さないよ。おかみさん、あの子って誰ですか？前回と同じでみつりさんじゃないですよね。あ、ちょっとすみこ、顔が近いよ。あと息も臭い。あーすいません、違うよ。まったくあのピンクの髪の子は。え、ピンク色の髪の毛ってやっぱりみつりさんじゃないの？あ、ちょっとすみこ、顔が近いよ。あと口から腐った卵のような匂いがするわよ。あーすいません、もう一週間歯を磨いてないんです。すみこ、大至急磨いておいで。あーすいません。おい、あんた、お客さんに失礼なことを言ったそうじゃない。いや、その格好何？俺は遊郭で一番になるんだ。ガキよりも素晴らしい花魁になってやる。いや、あんた男だからね。あれ、おかみさん、そろそろお店開けますか？いや、だからあんたは男でしょうが。いや、赤さん、なんでこんなところにいるんだ？俺は最強の素晴らしい花魁になるために遊郭に来たんだ。あんたお客さんに失礼なことを言ったらしいね。なんて言ったんだい？素晴らしい提案をしよう。お前も花魁にならないかと言いました。いや、あんた花魁じゃないんだよ、男でしょ。てめえが赤坂、よくも煉獄をやりやがったな。素晴らしい提案をしよう。俺を今夜買わないか？いや、買わねえよ。きっと後悔するぞ。いや、しねえよ。キャー、変なピンクの髪色をした男が素晴らしくない提案をお客さんにしていってるわ。ピンク？赤座はここにいるから。いや、いない。あの子には罰として私の術式展開破壊札をお見舞いしようかね。さ、今日も働きますか。俺様も働くぜ。この動画を最後まで見たそこの君、素晴らしい提案をしよう。お前もおいらんにならない？いや、ならないよ。